リベリアの経済では世界の最貧国の一つであるリベリアの経済について述べる。1989年から1996年のリベリア内戦の影響により経済は非常に未発達である。内戦は経済、特にモンロビアとその周辺のインフラの大部分を破壊した。内戦により頭脳流出と資本損失も起き国を支配していた少数派。 アメリコラ・アイベリアンのうち一部は1997年の間に戻ったが多くは帰国していない。水、鉱物資源、森林が豊かで気候も農業に有利である。しかし人的資本、インフラおよび安定性に乏しいというサハライナンのアフリカ経済の典型的な状態にある。輸出はゴムや鉄鉱石などの原材料にあたる産品が多くを占め、 これらの現地生産は主に外資系により行われている。一方で人口の大多数は自給自足農業に依存している。1997年8月に民主的に選出された政府が設置され大規模な国際的な債務を継承し、現在は外貨収入の大部分をリベリア戦績戦からの収入に依存している。インフラの復旧や 後輩した経済における所得の上昇は、外国投資の奨励など、新政府の適切なマクロミクロ経済政策の実施に依存する。佐藤キビをすりつぶす少年。リベリアの事業部門は、主にレバノンとインド系の外国人に支配されている。また、一定数の家境が農業に従事している。最大の木材会社オリエンタルティンバーコーポレーションは、 インドネシア人が所有している。また、西アフリカ人が国境を越えた貿易に従事している。セメント生産を独占するリベリアセメント株式会社のように合法的に独占が可能である。リバリアは世界の大多数の国とは異なり、伝統的に主要な測定法としてメートル法を採用してこずに帝国単位を用いてきた。しかしながら、 リベリア政府は2008年から段階的にメートル法も併用するようになった。木材とゴムが内戦集結以来の主要輸出品目である。毎年木材輸出から1億ドル以上、ゴム輸出から7000万ドル以上を稼いでいる。氷砂ダイヤモンドと金の採掘も行われている。近年ではアルセロールミッタル BHP グループ、 中国連合からの外国投資により鉄鉱石、採掘部門の復興が促されている。また、沖合での石油の探査を開始した。未調査の石油埋蔵量は10億バレルを超える可能性がある。政府は、沖合海域を17ブロックに分割し、2004年、2007年と2009年に、ブロックごとの探査権を競売にかけた。さらに追加で13の沖合の海底。 超深度ブロックが2011年に確定し、競売が計画された。探査権を獲得した企業には、ヤシミエントスペトロリフェロスフィスカレス、シェブロン、アナダルコペトロリアムコーポレーション、ウッドサイドペトロリアムがある。自由船籍を維持しており、選手が船舶をリベリア船籍として登録する制限が比較的少ない。そのため多くの船が、 リベリア船籍のベンギチ籍船で登録されている。パナマに次ぐ3500隻が登録され、世界の船舶の11%を占める。また、タンカーに限ると、世界の35%を占め、2000年には1800万ドル以上を稼ぎ出している。アメリカ合衆国、日本、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、中華人民共和国、 ルーマニア党からの膨大な対外援助に大きく依存してきた。しかし、政府が人権を無視しているとみなされたことから、リベリアへの対外援助は大幅に減少している。現在、中華民国とリビアが、リベリア政府への最大の直接財政援助者である。欧米諸国からは、政府への直接援助を避けつつ、国際援助機関や非政府組織を通じて、膨大な援助が続けられている。 リベリアでの通信手段には、新聞、ラジオ、テレビ、固定、携帯電話、及びインターネットがある。6つの主要新聞があり、人口の45%が、携帯電話を使用している。経済的、政治的制約にもかかわらず、リベリアのメディアは拡大している。登録された、新聞社、ラジオ局数は、市場の潜在力が限られているにもかかわらず、増加している。 そして、政治的に重要なコンテンツと調査作品、報道が出版、放映される。公的な電力供給は、国営リベリア電力株式会社により、単独で供給されており、同社はダイモンドビア地区において、ほぼ独占的に小さな電力網を運営している。電力の大半は、個人所有の小さなエンジン発電機により供給されている。 1, 1キロワット時当たり0.54ドルと電気料金は世界で最も高い水準にある。2013年の創設利用量は1989年のピーク時の1 9 1ットのから急落し2 0ットである。内戦前のリベリア経済は鉄鉱石の採掘に大きく依存し、リベリアは世界市場における鉄鉱石の主要輸出国であった。 1970年代と1980年代には、鉄鉱石は、リベリアの輸出収入の半分以上を占めた。1980年のクーデター以来、世界市場での鉄鉱石の需要減少や、政治的動乱により経済成長は鈍化した。2001年5月に、国際連合より、隣国シエラレオネにおける、反乱軍革命統一戦線への支援のために、制裁を受けた。 これらの制裁は2005年の選挙に伴い解除された。2010年3月にはベッド創設者ロバート・イル・ジョンソンがここ20年間でリベリア発となるホテル建設に資金を提供した。13エーカーの高級リゾートがモンドビアのペンズビルに建設された。2006年には対外債務が GDP の800%にあたる。 約4.5億ドルに上ると推計されている。2007年から2010年の二国間、他国間及び商業債務救済の結果として、対外債務は2011年までに222、900万ドルまで下がった。リベリアの輸出、便日石船が一定数を占める。世界の船舶の11%に当たる3500隻がリベリア船隻となっている。ギニア、 シエラレオネ等と地域経済統合と開発の促進のために、マノガワ同盟、西アフリカ諸国経済共同体に加盟している。マノガワ同盟は一時隣国シエラレオネとギニアに、リベリア内戦が波及したため、休止状態となっていた。伝統的にメートル法を用いてこなかった国として、リベリアの他には、アメリカ合衆国とミャンマーが挙げられる。 ありがとうございます。